ハトリダムは、福島県岩瀬郡天栄村大技ハトリ、一級、河川、阿賀野川、水系鶴沼川に建設されたダムである。農林水産省東北農政局が管理する、農林水産省直轄ダムで、阿武熊川流域の白川地域における考えを目的としたダムである。堤高37.1メートルのアースダムで、アースダムの規模としては、全国屈指である。 ダムによって形成された人造湖は、ハトリ湖と呼ばれ、周辺地域がリゾート地域として開発されたこともあり、ダムよりも有名となっている。2005年には、天栄村の水泉で、財団法人ダム水源地環境整備センターが選定するダム湖100選に選ばれている。福島県中通りを管理する阿武熊川は、福島県の中核都市を流域に持つが流域は、 必ずしも国葬地帯とは言えなかった。江戸時代には、福島、日本松、白川の3カ所を除き国高10万国以下の小藩がひしめき、流域の新田開発はなかなか進捗しなかった。これは、阿武熊川より離れた地域は、水の便が悪く、さらに、阿武熊川自体も、流域面積のありには、平均流量が少なく、昭雨の際には、 容易に干ばつの被害を招きやすかった。このため、阿武熊川の平均流量より約8倍の豊富な流量を有する阿賀野川から取水することが考えられた。明治に入り、稲わしろ湖を水源とした浅香疎水が1882年に完成し、不毛の土地であった浅香原野が開墾されたことから、阿賀野川水系を利用した新規の内開拓に弾みがつき、 同じく水源確保に難重していた白川、矢吹地域への開拓を促進するため1941年より国直轄事業として国営白川矢吹開拓建設事業が策定された。阿賀野川水系より流域変更を行った阿武熊川水系への農業用水供給を図るため、その水源として計画されたのがハトリダムである。 国営白川矢吹開拓建設事業は戦争のため中断し、戦後は農林省に事業が継承され、直轄事業として再開された。ハトリダムは予備調査を経て1950年により、現在の地点に建設が開始され、6年の歳月をかけて1956年に完成した。当時は全国各地で国営農業水利事業が展開されていたが、 ハトリダムは当時としては日本最大級の規模を誇る灌漑用ダムであった。ダムによって蓄えられた水は、大雨山脈を貫くトンネルによって分水嶺を超え、阿武熊川、水系熊戸川へ導水される。そして熊戸川に建設された日、和田東志港より取水されて、白川地域、矢吹地域へ農業用水が供給される。受給対象となるのは、 塚川市、西白川郡矢吹町、泉崎村、岩瀬郡鏡市町、天栄村の一市二町に村に及び、水田1600ヘクタールと畑560ヘクタールの新規開拓農地に、用水が供給された。こうして、国営白川矢吹開拓建設事業はその後さらに、整備が行われ、1964年に全事業が完了した。 農林水産省が施行したダムは、その多くが、国営農業水利事業などの完了後ダムの管理が、所在地方自治体へ移管されるか、当該地域の土地改良区へ委託管理をさせるのが常であるが、ハトリダムについては、阿賀野川水系から阿武熊川水系に流域変更を行っているため、利害調整などを円滑に行う必要があることから、完成より一貫して、 農林水産省が直轄で管理を行っている。現在は農林水産省阿武熊土地改良調査管理事務所が所管している。ハトリコ。白川盆地の水亀として地域の観光資源として重要な湖である。ハトリコ空撮画像ダムは右下の茶色の部分ダムによってできたハトリコはアースダムの中で現在でも屈指の規模を誇っている。 現在季節のアースダムでは、淡水面積と総貯水容量において、日本一であり、宮城県で現在建設が進められている、長沼ダムが完成すると2位になる。ハトリコは、周辺がリゾート地域として、早くから開発が行われている。夏は、ハトリコ半オートキャンプ場やハトリコ高原にある、エンゼルフォレストナスシラカーといったキャンプ場併設の総合リゾート施設、 冬は、グランディハトリコ、スキーリゾートや、スキーリゾート店へといったレジャー施設、太平洋クラブのゴルフ場や、ブリティッシュヒルズなどがあり、多くの観光客が訪れる。秋は紅葉の名所であるほか、冬は、湖面が結氷する。下流には、湯の上温泉や大内宿塾もあり、南合津地域の観光地として、賑わいを見せる。しかし、固定には9、旧、 はとり村の五十七個の集落が沈んでおり、日本三大開拓地となった矢吹町の広大な水田開発のために故郷を離れた約三百名の住民のロークを忍ばせる。はとりダム、はとり越えは、白川方面からは、東北自動車道、白川インターチェンジより国道四号経由で、福島県道三十七号白川はとり線を北上するか、あるいは矢吹インターチェンジより、 福島県道58号矢吹天栄線定油で国道294号天栄バイパスに入り国道118号に進むと到着する。一方、藍津若松、絹川温泉方面からは国道121号より国道118号に入り、羽鳥湖天栄方面へ進むと到着する。公共交通機関では藍津鉄道湯の上温泉駅が最寄りの下車駅となる。 ありがとうございます。